お疲れ様です。疲れー。いや、水飲みます？あるか、大丈夫か。はい、だすっかりえすっかりました。ちょっと着替える気になるね。ジェイさん早いですね、いつも着替えるのは。ああ、疲れた。あれ、ラストまでいいの初めてだっけ？いや、3回とかですけど。前、店長と締めだった。あ、そうですね。あの人遅いでしょ。結構ゆっくりしてますよね。喋るの好きじゃないですか。聞いてねえことずっと喋れば。そうっすね。あれで実況出るんだったらいいんだけどな。あ、店長が喋り聞いてる。確かに。そもそもが安月給なのにさ。ああ、疲れた。もうマジでマッサージ行きたいっすわ。いくつだっけ今？25です。ああ、25と、あ、30過ぎたらガッてくるね。あ、そうだ。如実にくる。あれ30、まあ、34、うん、今年5とかですか。うん、あれじゃもうほ、あ、まあ、ほぼほぼ10違いですね。ああ、そうだね。え、30過ぎ来るんだ。来る。いや、でも25もだいぶおじさんですよ。いやいや、まあまあ、そうか。疲れた。え、始発何時？5時、今日は5時4分とか3は5時4分。チャリ買おうかな。え、チャリ買うんですか？いや、基地がラスト終わって、いや、この時間があるじゃん、始発待ちのさ。うん、チャリいいじゃないですか。あ、ママチャリとかですか？ママチャリ買うんだったら、ちゃんとしたロードバイクみたいなやつ買いたい。結構がっつりしたやつ。ママチャリ買わないでしょ、この年になって。そうっすね、ママチャリ買わないですね。確かに。ボケボケみたいな感じで言ったんですけど、ボケ的な。マジボケボケみたいな感じで。つか前から思ってたけどさ、はい、加藤君って芸人だよね。あ、そうっす。なんかあんま面白いこと言わないよね。まあ、まあね、まあ、その、いや、ジャイさん、ちょっと待ってください。ジャイさん、この、今は、いやいやいや、まあ、オフ、オフみたいな感じなんで、その、まあ、その、なんていうんですか。全然出てこないじゃん、言葉。仕事中みたいな。仕事中なんで。芸人さんってあれなんじゃないの？プライベートも芸人さんみたいな感じじゃないの？いや、どうなんですか、ね、プライベートも荒かしてなんぼみたいな感じじゃないの？いや、結構でも意外と静かな人多いですよ。なんかそうですね。え、でもじゃあどっちでもねえじゃん。え、どっちもないですか僕。いや、その加藤君が言うプライベートは静かで舞台では面白いみたいな。あ、そうですね。でもプライベートでうるさくて面白くない。え、そうるさいですか。元気だけみたいな。あれ。あ、それでいくけ。いやいや、わかんないです。初のうるさくて面白くない系、ね、まあでも結構いるか、その枠も。確かに。え、あれとか面白いの？あの、なんかナポリタンズみたいな。あ、いや、面白いですよ、兄さんは。え、あとはあるの？ナポリタンズ。なんか一回だけですけど、そのなんか、テレビ局に、前説っていうのがあって、そのなんか、スタジオにお客さんがいるんですよ。何人か。そこで、なんかちょっと、始まる前にちょっと盛り上げて、盛り上げれんの？はい、盛り上げれんの？加藤、盛り上げますよ。え、なんだっけコンビ名。あ、とにかく明るい朝。今じゃん。いや、そうですね、まあ朝。え、深夜系、深夜バイトしてるみたいなこと相方。まあ相方は、朝掃除ですね。
あ、朝バイトしてるからみたいな。清掃みたいな。で、そこもう勝手向こうがつけたんで。てか覚えづら。ね、そう。文章じゃん。まあまあ、なんか逆にトニアさんみたいに言われてますけど、ファンの人は。え、ファンとかいんの？あ、ファンいます、一応。あ、いや、でも本当に劇場に来てくれるのは本当僕らを覚えて一人二人ぐらいですよ。ファンっていうか、それ。毎回。親じゃん。毎回来てくれるんですよ、そう。ファンじゃねえだ、それ。ストーカーだろ。ユミゴンさんと、なんだそれ。マイチョスさんっていう方が、それなんか毎回オキチケっていうので来てくれる。そう、その前説で、うん、ジャイさん聞いたんですよ。前説で、いかにもっぽいな、今の。ナポリタンさんにはお会いしました、その、いかにも。ご挨拶だけさせていただいて。いかにも売れてない芸人も、ちょっと待ってくださいよ、みたいな。そうですね。売れてない芸人で売れるわ、そういうこと。売れてない芸人ですで売れれば。いや、めっちゃ。アメトークとか出ないの？アメトーク出たいっすね。はあ、ちょ、わかんねえ、だってナポリタンさん笑ったことないの、一回も。いや、でもめっちゃ、あ、面白いし、めっちゃ受けてましたし、やっぱ、優しかったですね、そう。お会いしたとき。優しいとか知らねえから笑わせてくれ。いやー、そうですね。え、今だって、25っつったっけ？うん。ああ。そうっすね。どうすんの？どうすんの？だって要はさ、もう才能はないわけじゃん。いやいや、ちょっと待ってください。いやいや、もうそれが、それが、もうそれがもうそうだもん。才能ない人のそれだもん。才能あります。だって25で、え、何年ぐらいやってるの？6年目です。絶対無理じゃん。いやいやいや、まあ、だって売れる人ってなんかもうすぐ売れてるじゃん、何年目、数、3年目とかさ、まあ、1年目とかさ。そうですね、まあ売れる人はそうですね。でもさ、早かれ遅かれじゃないですか、別に。まあいつか売れればいや無理無理、いないから。才能ある人って最初からトップギアだから。いや、トップギアなんですけどね。ないなりの戦い方みたいなこと。才能ないなりの戦い方するしかないってこと。いや、でも才能、まあもうある、もうほんとごく一部じゃないですか、才能ある人なんて。うん、だからごく一部になれなかったってことでしょ。いやいや、でもまだまだ分かんないです。いや、もう無理っしょ。いや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 、それなんかちょこちょこオーディションとか呼んでもらえるようになって、うん、そうなんですよ。オーディションとか行ってんだ。いや、めっちゃ行ってますよ、だって。え、どこだっけ、事務所。吉本です。ああ、だからか。あの吉本、はい、で多いんですけど、まあ、そのなんていうんですかね。やっぱ事務所の力か。やっぱでかいとこ入った方が得なんだね、その。いや、違う違う違う。オーディション来るだけでもだいぶすごいんですよ。だいぶ吉本だからでしょ。いや、でももっとあの後輩とかいるんですけど、後輩とかやっぱ来てないですもん、オーディションすらも。最初でも僕らも。一緒じゃん。一緒じゃん。オーディション行ってすごいです。超一緒じゃん。大変だね、夢を追うのも。いや、だからバイトしなかったらやばいですよ。フリーターだからな、言ったら。いや、まあ芸人ですけどね。え、じゃあいくら稼いでるの、芸人。え、儲かんのっていうか。儲かりはしないですよね、その別に。そのお金成立してねえじゃん、仕事として。うん、まあお金でやって。あれ、なんなの、俺たまに見んだけどさ、芸人がツイッターでさ、飯、なんか先輩とさ、飯連れてってもらって。あ、ありますね。なんか、ごちそうして、最強ステーキいただきました。最高の夜とか言って、あれ何のマジで。お前らずっと底辺だろ。最高の夜なんかねえだろ。いや、まあ。売れてねえ視点で、人の金で飯食って最高の夜じゃねえだろって話だね。最高っすよ。なんで最強ステーキって、ステーキはステーキだろ。先輩が追ってくれたりとかしてくれるおかげで、やっぱこう。だから売れねえんじゃん、みんな。いや、でも売れてる先輩とかも根性が汚ねえじゃん、人のお金で飯食うって。まあ、縦社会厳しいね、こう上下関係。僕も奢ったことありますよ。40歳の後輩がいるんですよ。いや、終わってんじゃん、そう。その後輩とかに。いや、でもめっちゃ面白いですよ、そいつも。ありがとうございますとか言って、今年ありがとうございますみたいな感じで、なんかいい声してるんですけど。マジかわいそうだわ。10歳にこの間
怒りましたよ。でもそういうやつも逆に幸せなんだもんな。そうなんですか。脳天気でいられてさ、40歳で牛乳はやばすぎんだろ俺とか。え、ジェイさんもずっとここですよね、バイト、うん、ずっと。でもどうするんですか、ジェイさん。なんかどっかな会社とかやったりするんですか、仕事とりあえずみたいな、楽しけりゃみたいな。なんだ、線があるから。そういうとこもわかんねえんだもんな。まあ、俺もやってたけどね。芸人ですか。やんねえの芸人。まあ、俳優。あ、え、そうなんですか。ああ、まあ、まあ、やってたってか、まあ、やってるってか。あの、バイトの子からなんかちらっと聞いて、あ、なんか言ってたもん。ちょっとなんか表に出てた時期があったかないかみたいな。時期っていうか。そうなんですか。まあ、舞台やってて。野田マップとか知ってる？やば、絶対見た方がいい。一回は。新幹線とか。あの、のぞみなら知ってます。野田マップ。光。今なお面白い。あ、普通。今なお面白い。ちょっとメモっとこう。いいえ、そこまでじゃねえの。あの、あれだよ、劇団新幹線とか。劇団新幹線。そういうのとか、まあ出てたわけじゃないけど見たりしたなあ。あ、見に行ったんですか、うん、結構でかいんですか、そういう会場って。まあ、でかいでかい。うーん、ごちごちのキャパでやってたし、まあ俺が出てたのは下北のちっちゃいところだけど。あ、の、あの野田マップと新幹線の。え、ちぇ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 と、やんね、いや、ちぇちぇちぇ、まあまあいいよ。でもそういうんじゃなくて、まあまあまあ自分たちの劇団でみたいな。すごいっすね、めっちゃ。ジャイさんがもうリーダーみたいな感じですか、主催みたいな。と仲良かったな。へえー。でも一緒に立ち上げたみたいな感じ。まあ、でもなんかいろいろこうやっていくうちに変わっていくんじゃん、その方向性っていうかさ。で、なんかもう舞台いっかなと思って映像の方行って。映像。もう今ほとんど映像だね。映像ってなんか。いや、だからその舞台の人と、だからテレビのドラマとか映画とかそっちが映像。あ、全く別物だから、舞台とそのテレビの芝居。え、ドラマでしょ。え、何ドラマで出られてるんですか。いや、まあ、え、今ってことですか。え、だからちょくちょく出る。あ、マジですか、うん、めっちゃ忙しくないですか。ほぼほぼだって。いや、でもこの店、まあ、やりつつみたいな。そうだね。え、じゃあほぼ寝れないじゃないですか、昼。そう、だからこの状態。うわ、それはすごいっすわ。でも体力ないと無理だから、どっちにも売る。そう、まあ、でも本当今はたまに、本当たまにって感じだ。まあ、なんか時期じゃないかなっていうのもあるし。アチャリさん的にも、って感じかな。アチャリ今もやられてるんですか。まあちょこ、たまにちらっとぐらい。でもそんな別に売れる気ないみたいな感じなんですか。まあね、今の日本の演劇界で売れてもなみたいなのがあるね。うん、マジつまんねえじゃん全部。あ、演劇とか映画とかドラマ全部さ、もうなんかスポンサーに屁こらしてさ、で漫画の実写とかさ、いやお前それだったら別にって思うよマジで。え、そのジャイさんがやられてた時はどういう舞台やられてたんですか。ずっと蛇口ひねり出すみたいな。いいですね。なんかじゃあそれを2時間ぐらいずっという感じ。楽しかったけどね。
が出ないみたいな。だからそういうところにいろいろ込めてたわけよこっちは。いやでもだからさ、要は商業的なちゃんと舞台になんないから、要は作品と商品の違いみたいな感じ。感動系ですか、そう。だからそこでなんか区切られんのもムカついて、何系とか、泣かしに行く系とか、アングラ系とか言われんのもムカついて。泣かしに行く系とか冷めないですか、あの犬の映画とかそういう。ああもう最悪だね。ね、ああいうんじゃなくなんかこう。ね、いやいいなんかいいですねめっちゃ、まあ、だから今の日本じゃできねえなと思って今時期じゃねえなっていう状態。まあだからさ加藤君も考えた方がいいや、多分別に今の日本でさその芸人知らないけどそれこそナポリタンズみたいなのが売れてるようなさ、はい、いやいやいや面白い、なんかそれでどうなん、え売れるっていうのは何かしら絶対ありますからね。まあ、売れるのが正解かどうかっていうところもありますけどね。そのいや売れた方がいいだろ。いや大事だね、やってんな、多分好きなのをやってた方がみたいなのもありますから。そうか、ちょっと誘ってください、この子僕見に行きますわ。いやだから映像から誘いはねえだろいやでもいつかやる時があったら、あ、じゃあ僕のライブをぜひ来てください。そのマジ、あ、来てください、ファミテ絶対笑わねえ自信あるけど。マジですか、うん、絶対笑わせますよ。ちょっと1500円なんですか、ね、え、金取んのいや、きちえ、いや僕らだけじゃないんだ、まだ芸人じゃないでしょ、売れてないんだから。まだ、でもいっぱい出るんで。なんで知らねえやつの笑いなきゃいけるの。でも面白い子たちもいっぱいいるんで、ぜひ、どっかでは笑えると思うんで、1時間の中のお前ら責任持って笑わせる。あ、いや、そうです、そうです、もちろん。いや、でも無理だよ、マジで。時間の無駄の可能性が多いにゃん。才能ねえんだな。いやいやいや、やりますよ。5年でそれ分かんないの結構きついしね。才能あるやつこんなバイト先の居酒屋で始発待ちしねえから。いやでも減ってじゃないですかみんな。それ言っちゃえるとこがね、おめでたくていいんだよね。そっちの方が幸せだよな、マジで思うわ。うん、疲れた。うわ、マジ？誰か死んだ？いやいや、え？うわ、芸人さんだね、リアクションが。ちょっと30くらいました。あ、全然見てなかった。めっちゃ忙しく、相方から LINE 来てて30くらってますわ、これ。なんの？やっば。え、なんの？テレビです。あの次がもうあのお客さん入れてやるんですけど、もう最終なんですけど、それもなんかオンエアされるみたいで。うわっ、これは熱い。ありがとう、ありがとう。わあ嬉しい。もう初めて出るんすわこれ、もしかしたら。やっと。ドッキリだったら最悪ですね、これ。ちょっとマジか。2分、2分45、まあ2分ですね、2分15、うん、2分ネタ出れます。夜なんですけど、24時。いや、そんなじゃない。30分は出ても今テレビ見てねえしな、誰も。いやいや、でもテレビは嬉しいですよ。いや、見ないよ今の子。やった、うわー、マジで嬉しい。よし、なんか疲れ一気に吹っ飛びました。ちょっとネタ作ろう、マジで。
ちょっと売れちゃうかもしれないです。売れちゃうかもしれないです。早いだろ、金。わあ、嬉しい、マジで。しゃ。3番閉めた？はい。3番閉めた？トイレ。あ、まだです。やれよ。あ、すいません。お酒帰るわ。危ないですか？いや、頑張って誰も見てないテレビ2分。ありがとうございます。もう来月売れてるかもしれないですけど。お疲れ様でした。炭の蓋が開いてるから。あ、すいません。お疲れ様でした。